おはようございます。チンクです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はちょっとねカメラ雑談をしていきたいと思います。最近ちょっとね気になるカメラがありましたので、そちらちょっとご紹介していきたいと思います。はい。でニコンをね今まで長いこと10年以上使用してきて、でまあ動画に興味が出てソニーα6400ですね、まあ、そちら購入して、まあ、本格的にね動画にのめり込んで、で現在ですね、まあ、新たな境地じゃないんですけども、その中で、このカメラちょっと気になるなっていうのをちょっと見つけたので、こちらちょっとね紹介していきたいと思います。結構ね今更感はあるんですけども、そんなカメラについて紹介していきたいと思います。それでは今日もどうぞよろしくお願いいたします。というわけでですね、早速紹介していきましょう。紹介していきたいカメラはこちらですね。こちら XS10 っていうカメラですね。こちらのカメラですね、富士フイルムから出ているカメラになります。まあ、今まで自分にとってカメラの選択肢っていうと、まあ、ニコン、あとはキャノン、あとはソニーっていうね、誰でも知ってるようなね、カメラって感じですけども、まあ、しかしね、この富士フイルムのカメラっていうのをちょっと調べてみたら、結構すごいんですよね。こちらね、XS10 っていうのはね、2020年11月19日に発売されたんですけども、もともとね、富士フイルムのミラーレスカメラ、X シリーズっていうのがあって、それのフラッグシップモデル、XT4。っていうのがあるんですけども、こちら XT4 の性能を踏襲しつつ、コンパクトに、したモデルとしてこちらが、登場しました。こいつがねまたね面白いんですよね。まずね富士フイルムの XT4XS10 見た目がかっこいい。このねちょっとクラシカルな感じがねいいですよね。まあ、具体的なねスペックとかねそういった性能について解説していきたいと思います。でそれでもって、このカメラを扱うべき人と、あとそうでない人、引いてはね、こういう人は XT4 が向いてますよ、こういう人は XS10 が向いてますよっていう、そこまでね、深掘ってお話ししていきたいと思います。じゃあまずね、外観から見ていきましょう。まあ、XT4 の踏襲モデルになってるんですけども、まあ、主にね、外観の中でもダイヤル部が大きく変わっております。こちらね、上のから見た図なんですけども、軍艦部って言われるんですけども、XT4 の方がなんかちょっとアナログチックですよね。自分でこうね、アナログを回して、シャッタースピードとか ISO 感度とかね、設定していくんですけども、で XS10 に関してはこういう風になってまして、まあ他社のカメラにね結構寄せていますね。なのでね、S10 から初めて一眼レフを買う人であったりとか、他社が乗り換えをちょっとね意識してるのかなとは思います。はい。でこちらね、全体的に XT4 よりもコンパクトに作られているんですよね。でなおかつグリップが突出しているため、この握りが深いんですよね。なので握りが深いことによって取り回しがねすごい安定するので、改善されたポイントなのかなと思います。自分もねこちら D750 というニコンのカメラ持ってるんですけども、こちらもすごい握りが深くて撮影がめっちゃ安定するんですよね。あとその他ですね、レックボタンが上部についていたりとか、あとショートカットが4つまでダイヤルにこう割り当てられたりとか、そこはねちょっと大きいかなと思います。で、α6400 なんかっていうのはね、ちょっとね、レックボタンがグリップの親指のらへんについてて、ちょっとね、押しづらいっていうのがちょっと難点なんですけども、まあ、こちらはね、上側についてるので、まあ、誤動作したりとかも、そういうこともないですね。このね、ショートカット、まあ、カスタムボタンですね、4つまで割り当てられるんですけども、まあ、この自分なりの動画設定を割り当てておいて、まあ、例えば、60fps だとシャッタースピードはいくつとか、まあ、そういう風に割り当てておいて、そこを瞬時に呼び出せるっていうのは大きいかなと思いますね。はい。で、このダイヤルですね、ダイヤルがちょうど親指と人差し指のところにあるっていう、これ個人的にはね、めっちゃいいなと思ったんですけどね。カメラをね、スチル機として扱うにあたって、まあ、ニコンなんかもここの親指のところと人差し指のところにね、ダイヤルがね、シャッタースピードと絞りをね調整するダイヤルがついてるんで、だからねこうニコンに慣れてる自分はダイヤルがねこの親指側と人差し指側にあるっていうのはなんかね結構しっくりきますね。で α6400 とかだとここにねグリグリするところがあるんで、シャッタースピード回したりとかなんか慣れなかったですね最初のうちはね。はい。で今はね
外観についてお話ししていたんですけども、次スペックについて、一緒に見ていきましょう。スペックですね、具体的に XT4 と S10 の、まあ、違いについてちょっとまとめてみました。はい、結構ねその XS10 っていうのは T4 を踏襲したモデルになっているので大体のスペックは一緒なんですけども、結構違う点も何点かありますね。そこをちょっとピックアップしてお話ししていきたいと思います。ほとんどの点で T4 が勝っているのは言い訳でもないんですけども、まあ、細かくこのスペックを比較してみると、まあ、使用するに適したユーザー像が見えてくるんではないかなと思って、ここもちょっと詳しく見ていきたいと思います。まずこちらシャッタースピードですね。シャッタースピード、T4 の方が8000分の1秒まで対応しているので、まあ、こちらはですね、あの日中カンカン照りの中で F1.4 とかそういうね開放で使いたい時にね便利そうですよね。で、まあ、でもねここはね XS10 の方でも ND フィルターとか使っちゃえばね開放で使ったりすることができるので、プロの現場とかでですね、まあ、フィルターを使うことによってこの、あの撮影のできた映像にわずかなけられができちゃったりとか、そういう風に気にする方はねこの8000分の1秒まで対応してるっていうのはまた大きいところかなとは思います。はい、次にフラッシュ同調速度、これは T4 ではね250分の1になってますので、まあ、よくねストロボをよく使う方、なおかつその環境光とのねバランスをね細かく調整していきたいって人にとってはね、こう250分の1ってのはいいかなと思います。大体カメラのフルサイズとかだと200分の1、250分の1が同調速度の限界になっているので、まあ、それを超えるとハイスピードシンクロっていうのになってくるんですけども、まあ逆に言えばねこのストロボ使わなかったりとか、まあ、使ってもねこう天井バウンスさせて使うとかね、それぐらいの使い方であればこのねフラッシュ同調速度っていうのはあまり気にしないでいい点かなとは思います。はい、でファインダーの解像度とあと倍率ですね、こちらの方がやっぱね T4 のは優れてますけども、まあ、これに関しては、まあ、マニュアルフォーカスのレンズであったりとかマクロレンズとかですかね、物撮りをねピント調整などシビアに調整していきたいっていう人はこの有益な点かなとは思います。はい、ただ一般的にポートレートとかあとは風景とかね日常使いしていく方であればそこまで鮮明なファインダーは必要ないんじゃないかなとは思いますけども、はい、そんな感じですね。で次映像記録方式が T4 ではね H265 に対応しているので、まあ、簡単に言えば圧縮率が大きいので、同じデータでもね出来上がったサイズが少しねファイルサイズが小さくなります。なのでね撮影で大量の撮影データを扱う方はね H265、嬉しいですね。こちら XT4 は 4K だと 60p まで対応しているので、まあ、高画質でなおかつちょっとねそんな劇的なねスローモーションではないけども純スローモーションというね、まあ、極端なスローじゃないスローモーションを使っていきたい方には 4K60p は嬉しいですよね。はい、でそもそもね 4K 対応の液晶であったりとかパソコンのスペックが危う人だったりとか、あとはまあ撮ったね映像を YouTube でアップしていくっていうその程度であればフル HD でもね、まあ、十分だと思うので、まあ、それ以外にねこの 4K っていうのはまあ映像をね仕事で使っていくって方にはまあ必要要素になってくるのかなとは思います。はい、でバッテリー持ちですね。バッテリー持ちも結構ねこの XS10、まあ、悪いって言われることで有名なんですけども、まあ、そもそもそんなに予備バッテリーを持っていけば問題ないかなとは思いますね。重量ですね。重量はまあコンパクト設計であるため、まあ、XS10 の方がね軽いです。はい、で旅行や屋外などでね、まあ、撮影が多い方であったりとかそういう方にはねぴったりだと思います。S10 っていうのはねボディの上部と下部にマグネシウム合金が使われてるんですけども T4 はこう全体に使われております。はい、なので防塵防滴性能があるんで安心して、まあ、濡れても大丈夫ってことなんですけども、まあ、そもそもね個人的に思うのは防塵防滴を過信してカメラを扱うことになってなんだかちょっとカメラがかわいそうなので、まあ、その防塵防滴であることによって安心性はあるんですけども、まあ、それを過信しすぎてしまうっていうのは良くないかなと思います。このようにねスペックの方を見ていくと、まあ、XS10 と T4 ではセンサーあとは写真そのものに関しては、まあ、描写性に関してはまあ一緒なんですけども、まあ、デュアルスロット対応してたりとかあとはフラッシュ同調速度であったりとかファインダーの鮮明さだったりとかそういうふうにこの撮影の段階から作り込んでいけるっていうこういう T4 のなんか特徴が見えてきます。はい、要するにですねカメラを仕事で
カメラを使う場面において、この撮影からそこまでクライアントに対して納品ですね、そこまでねスピーディーに行いたい方であれば、まあ断然 T4 の方がおすすめするんですけども、まあ、趣味であったりとか、あとはまあサブ機で富士フイルムをちょっと使っていきたいななど考えている方であれば XS10 の十分じゃないかなとは思います。以上がね、スペックから読み解く両機種の違いになるんですけども、まあ、もちろんアマチュアの方でも全然 T4 を使っていいとは思うんですけども、要はこのね、XS10 と T4 のこの価格差ですね、まあ、約10万円ぐらいあるんですけども、この10万円近い価格差をこの性能の価値として見出せるかどうかっていうところがウェイトがかかってくるかと思います。富士フイルムのカメラっていうのはなんかその所有欲をすごい満たしてくれるっていうカメラと、あとフィルムシミュレーターですね、はい、富士フイルムがね長年培ってきたこのフィルムのシミュレーターに対して魅力を感じるなら、富士フイルムは満足して扱うことができるんじゃないかなと思います。はい、という感じでね、両機種の紹介でした。でこのようにね、このチャンネルではね、撮影に関する役立ちそうな情報のことをね発信しております。少しでもねいいなと思いました、高評価と、あとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さん明日また楽しい一日を。バイビー。